こんにちは、青池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、本日はちょっと趣を変えてお届けしております。はい、富山ですね。はい、茶器農場、そして茶器亭です。はい。ね、今日はちょっと毎年恒例の秋茶器農場からの撮影、残念ながら雨でちょっとね、外ではできないんで、茶器んちの軒先借りて素敵なお家。はい。なので、ちょっと半分明るくて、半分暗いみたいな。こっち暗い？そう、こっち暗いんですよ。まあまあまあ、しゃあないね。そう。庭だけは綺麗に映ってます。なんでここに来てるかというと、茶器米、富山のね、美味しい2024年の米が収穫されております。なので、今日はその、取れたての新米を使って、レシピを届けるという、6連発。6連発ですね。何からいきます？まずはね、美味しいお米の炊き方。茶器が教えてくれた。なるほど。はい。で、鍋で炊く美味しい炊き方です。まあ炊飯器を使わずに、鍋で簡単にお米が美味しく炊けますよって話ですね。一説によると、比べた時、ジャーで炊いたご飯とガスでね釜で炊いたご飯、どっちが美味しいですかってブラインドよ。ブラインドでお米食べたら9割ぐらいがガス釜で、あ、そうっすか。そう食べた方がふっくらして美味しいっていうデータもあるぐらいなんで、じゃあそういうお米の炊き方をね、まずやっていくと、ぜひやってみましょうね。はい、真似していただけると思います。ということで、このチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリア風レシピをご紹介しております。また、公式 LINE で友達追加していただくと、今ならレシピ本プレゼントしております。こちらも合わせて登録お願いします。まずはお米の研ぎ方です。お米は優しくガサガサやらない。それにつきます。はい。なんでまずいきますよ。はい。新米です。新米手に取って見せてくる。ああ、そうね。はい。綺麗なお米ね。今年は1等米いけるって言ったもんね。言ってたね。はい。粒も揃ってるね。粒揃い。はい。これがもう収穫して精米されたばっかりの新米。じゃあそれを今日3合炊きますね。はい。で米の研ぎ方です。まずお水。たっぷりのお水で、はい、ゴシゴシやるのだけ禁止ね。さーっとさーっと、はい、もうまず1回目ひと混ぜしたらもうすぐお水捨てます。これいいね、このままいけるんだよね。はい、米が流れんからいいね。確かにね、いいよね、ほんとこれ最高。はい、水切ったら、はい、2回目まだたっぷりのお水で、もう一回軽く本当に、まあ要は今は精米技術が上がって米ぬかがついてないからゴシゴシする必要がないってことですよね。もうそもそも汚れないもんね。そもそも最初のでもうこのぐらい濁ったら2回目、はい、また水してます。これほんといいね、お米出てかんわ。はい、じゃあもうあとはこれ以上研ぐ必要なし。また水いっぱい張って、はい、でこれでできれば冷蔵庫冷やしながら冷蔵庫入れて、あ、そうか、まあ冷蔵庫なくてもこの状態でもいいから、夏場だと30分、はい、冬場だと1時間、でも新米だからもっと短くてよくて20分。新米短くていいから、そもそも水分が入ってるから、そうそう、水分量多いから20分この状態にして水を含ませます。はい、20分経ちました、うん、しっかりお水吸ってます。はい、はい、でこれを水切ります。じゃあね、はい、これはしっかり切った方がいいな。ね、しっかり切って、これは。はい、オッケー。で、これ、あ、つやつや、白いお米。あ、本当だ。ね、そうですね。綺麗やね。はい。で、今しっかり水吸って、かつ新米やから、通常やったら水と米の比率って、米が1で水が 1.2 とか 1.3 なのね。で、これたっぷりもう水吸っとるから1対1ぐらい。難しいな。1対1ってので150g に対して 1.2 をかけるってこと？そう。だから通常1合に対して180ミリぐらいでしょ？ 180ミリぐらい。お水ってね。で、なのでこれは吸ってるんでもう1対1で大丈夫です。なるほど。はい。なので150に対して150。150。なるほど。はい。OK。で3合。3合だから今回は 450cc 入れるってことね。そういうことですね。だから皆さんは2合だけの人は 300cc でってことね。そう。はい、これ450。はい、はい、じゃあ炊いていこうか。それではお米炊いていきます。熱いわー、しかし。サウナやね。9月暑いっすね。ここは暑いわ。なんかいや本当雨上がりの富山がこんなに暑いとは。暑いね。久しぶりですね。なんか梅雨みたいな感じするね。梅雨やね。それでは蓋します。で、まずね中火、はい、中火で約、まあ、ベストなのは10分ぐらいかけて沸騰させる火加減、中火でいきましょう。なるほど。はい、でガス火がいいのはまずねこう火炊くことで、これからですけどお米対流しますよね。対流することで米一粒一粒にやっぱこう火が入って、ふっくらあと米立ちます。じゃあもうもちろん研究されてるから同じような構造で作ってるけど、まあ、ガス火がいいのはそれが一番、うん、そしてやっぱりね同じ火の強さでやっぱりこうしかも適切な水分量で炊くことで、固化、いわゆるのり化、でんぷんが固化します。それが一番冷めても美味しい理由。それもやっぱりねガス火ならではの美味しさ。へえ、なるほどね、うん、であとはじゃあもうもちろんスピード速いんだけど、これで炊くと蒸らしの時間も合わせても30分、水つける時間から20分あるから、やっぱり1時間やな。でも1時間やなあ、沸騰してきた。粉もん粉もん粉もん、はい、はい、で沸騰してきました。ここでこの状態をキープして約 2分置きます、うん、で2分経ったらもう弱火にします。なるほどね、はい、もう2分経ってはい、ちょっと見ますよ。はい、もう一回見ます。おお。おお。水分ができますよ。はい、はい、行きましょう。はい、じゃあ、ここから弱火。はい、もう一番弱くしていいぐらいです。じゃあ、ここから12分いきましょう。ついてますね。はい、はい、オッケー。12分ね。はい。じゃあ、12分カウントダウンお願いします。はい。その間にちょっとご飯に合わせる、うん、ちょっとお肉を焼きたいので。はい、焼肉。いいっすね。焼肉行きましょうよ。もう絶対、ご飯に合うおかず1位焼肉です。ですね。焼肉、肉焼きましょう。わんぱくだからさ。わんぱくだね、あんたね。まだ焼肉、まだ肉食べたい。そう、白米にはやっぱりみんな焼肉食べたいでしょ。食べたい。じゃあ準備しましょう。肉焼こう。はい。はい。まずはここにチャキが用意してくれた U 字工の天然、ほぼ天然的な豪快なバーベキューセットまで火つけてください。はい、すごいね。はい、今炭を起こしております。これで後でお肉を焼きます。さああと2分です。2分で炊き上がります。はい、でバーベキュー用の肉を焼く炭を火が起こりました。いいね、うん、あれできたね。なんで我々はこんな、でも逆に言うと日陰でやってるから今まだこれぐらい元気なのかもしれない。 あそこで立つとなると、ね、去年を思い出すね。もうあそこの日向でこれからやると思うと、著しく体力持ってかれるからね。ここだからね。ちょっと暑いなで、暑いなで済んでるけど、あっち行くとね、あっち行くと多分やばいと思うよ。日焼け止めくださいっていうね。はい、 OK です。はい、12分経ちました。じゃあ一度ちょっと開けてみます。よいしょ。うわ、ツヤツヤ立ってますね。立ってますね。もう水分飛んでるね。鍋を逆側にしてもらってもいいですか。こうですか。そうです。はい、もういいですね。ツヤツヤです。ツヤツヤ。オッケー。オッケー、いいですか。はい。ちょっと早く閉めていい。はい、閉めていいよ。いいですか。はい。蒸気逃げちゃうから。ね。はい、もう完全に逃げ切ったけど。いいです。はい。じゃあこれで火切ります。はい。でここから蒸らし時間約10分。10分。はい。それでもう食べられると。食べられます。よし、じゃあその間に。そう、でも肉はすぐ焼けるからね。肉はすぐ焼けるから。はい。今から焼く肉はこちらです。焼肉ね。もも肉とバラ肉と三角のバラ。先ほどスーパーで買ってきたですね。はい。これを。はい。はい、で、何？焼肉のタレあるでしょ。市販の焼肉のタレね。これに。ちょっとバルサミコを落とします。お酢を入れて。で、これはラブパック。あってもなくても、でもあると美味しいね。ラブパックはちょっとね、辛みスパイシーを足した時、ラブパック。なるほど。なんで、このミックスで。いいじゃないですか。味変しながらいただきましょう。はい。ご飯に最高に合います。ね。でも、まあ、そんなもんだね。お。元気？ああ元気？はい。こんにちは。こんにちは。今何しとった？龍太郎。ばあちゃん探しとった？お母さんおらんけ。父ちゃんあっちおるよ。父ちゃんいないもんな別にな。父ちゃんじゃない。父ちゃんいないやろ。父ちゃんいないやろ。父ちゃん言わねえよね。大体父ちゃんじゃ言わねえもんな。な。後で肉食べる？ああ食べます。オッケー。じゃあ呼ぶから来てくれよ。はい、チャキにも来てもらいました。はい、ご飯炊けました。10分経った。ね、食べよう。食べよう。はい。なんで息が合わず。いろいろあんなよ。外出たからね。そうそうそう。そうね。ちょっと移動したんでね。そうそうそう。ちょっと天気回復したけどまだ来そうだから。いやーね、すぐ来そうな気がするね。動かないと。はい。行きます。開けます。はい、どうぞ。どーん。おい。おいしそうに炊けとるやん。立ってますね。新米な感じ超しますね。新米やね。そう。じゃあ返してください。いけ。はい。ちょっと重たんだな。はい。動くから。はい。おお、いい感じやねんか。うまそうやねんかい。ねえ。いや、しっかり芯立っとるよ。この時も優しくね。優しく。あ、いい香り。うわ、美味しそうに炊けとるよ。多分水分量ちょうどじゃないけ。いい感じじゃない？ねえ、いい感じいい感じ。ちょっと食べてみたら。いただいていけ。美味しい。美味しい。食べたい。食べに行ったらいいよ、行って。お前から。後ろ。父ちゃんの。まだ肉焼けてないけど食べる？肉焼けてない。焼けてないけど炊きたてのご飯食べる？じゃあ手出されて。ちょっと熱いからすぐ食べて。はい。感想言って。まあこれはこれじゃおいしい。これはこれでか。じゃあちょっとチャキ食べてみてよ。はい。どうけ？いただきます。チャキに教えてもらった炊き方だけどね。私ももらっていけるよ。ね、チャキに教えてもらった炊き方だけど。うまいよ。美味しい美味しい。うまいね。芯立っとって、芯あって、米立っとって。ね、いやうまいね。美味しい美味しい。やっぱり。あ、もうこれ本当美味しい。これ口の中に入れた瞬間美味しいってわかるね。うん。本当に美味しいね。ね。いやもう。これはやっぱりこれでやっぱガスで炊かんとこの感動味わえんわ。美味しい。いやすごいね。なんか噛む前に入れた瞬間に米の香りとさ、なんだろうこの新米の味がね伝わってるっていうか、俺はもう昔の記憶が戻ってくるぐらいの。戻ってくるね。俺も戻ってくる。いや美味しいわ。肉焼こうよじゃあ。はい。じゃあ肉焼いてこよう。これ特製だね。肉焼こう。そう。はい。じゃあお願いします。じゃあ肉焼きます。はい。まずは。ラビナのオリーブオイル、これでお肉を何から焼く？ももから焼く？もう何でもいいよ、全部いこう。はい、よし、真ん中のやつからいく？ OK、三角バラからいくか。はい、これをはいいくよ。はい、もうね塩はしなくていいからね。そうタレでいくから、ね、はい。じゃあ同じ要領でバラからいくか。どんどん焼いてこいよ、どんどん。そんなペースじゃわんぱくな俺たちは間に合わないぞ。わんぱくな俺たちってお前だけだろ。子供わんぱくな裕次郎な良太郎です。あ、良太郎。裕次郎と良太郎マジしまった。良太郎なわんぱくだからな。オリーブオイルつけて焼いたことないもんね。オリーブオイルつけて焼くとねうまいが。うまいがと、あとこの網にくっつかんでいいな。ああなるほど。意外に火が弱い。ちょっと遠火なんじゃない？そうなんですよ。もうちょっとやっぱ積まなきゃいけない。おい。ごめんごめん。まあでも焼けんじゃない？とはいえ。いいか。ほらちょっと持ち上げようか。いい色にならない。はい、一回あげます。あら軍手あったんじゃない？洗えばいいから大丈夫。大丈夫。いいよ、思い出して。あ、いいんじゃないですか。うん、いいんじゃない。いや、これ焼けるよ、多分。おお、いいね。あ、来た来た。あ、いいよ、いいよ、いいよ。ね、焼けてきたよ。いっか。おお、いいじゃん。ね。いいじゃん。美味しそう、美味しそう。美味しそう。そう、裏やかんな。でも、すぐ焼けっちゃう。お、いいんじゃない。いいんじゃないもう。じゃあよかったらもうそれに避けて。あ、もういいんじゃないほら。はい、もう見ます。ね、美味しそうやね。よし、いいでしょ。はい。オッケー、じゃあお皿持ってあっちでご飯食べよう。オッケー、じゃあ向こうに食べよう。はい。食べようぜ、雨降る前に。さあ肉焼けたから。ちょ待って、タレ作っちゃ。タレ。普通のね焼肉のタレに。ちちょっとね美味しいバルサミコ、ちょっと酸味入れちゃう、少し酸入れたらこれがねうまみのもとやから、はい、よいしょよいしょ、はい、ちょっと待ってね。でこれはお好みね、ちょっと辛いから大人かなこれは、はい、おこれ好き？じゃあこれも美味しいよ。さあタレできたよ。オッケー。ご飯よそって。ご飯よそ。はい。いいね。うん、本当一粒一粒立っとるね。うまそう。うまそうやね。いつも美味しそうなお米見とんだけど、やっぱこれもうまそうけ。うまそうに見えるけ。はい。はい。できた。さあちょっと待って。それは龍太郎が行くのは、うん。ちょっと待ってね。いいぞ。こんな食べれんやろでも。食べれるわいの。あ本当。食べんなっつって。お腹減ってる。俺誰だと思うとあんよ。龍太郎やぞ。ポカーンなってる。オッケー。じゃあはい肉取って。肉とねご飯だけじゃ肉取って肉取って。あ反対だ。はい肉取って。つけてあれ両面つけて、で辛いが好きな人はその辛いがも取ってて、はいちょんと持ってかれ、ちょんとこれタレたっぷりのっけて、はいよしいいじゃん、はいじゃあゆうじろう、はいゆうじろう、はい僕タレだけ、はいうんオッケー、はいじゃあいただきます、はい、じゃあ肉と新米と、あどう美味しい。うん。バルサミコが美味しい。うまいね。美味しい。バルサミコ美味しい。もっとタレ欲しい。もっといっぱいタレいるわこれ。そりゃそうやろ。うん。焼肉はタレ必要やね。うまい。いただきます。お茶飲みたい。うん。美味しい。美味しいね。美味しい。でもさ。やっぱ米うまいね。うん。あなんちゅうまい。うまいわ。肉食べんけもっと。米でいいや。えだってタレあった方がいい。いいじゃね。農家の息子米だけでいいんだもん。もっとタレじゃあタレあった方がいい。食べるよお父さん。うん。あ雨降ってきた。多分。うん。あ降ってきた。ああ美味しいね。じゃあ閉めてください、雨降ってきたから。ねはいあ傘さす。はいいいけもういい雨とね。最後までご視聴いただきありがとうございました。収穫したての新米を皆さんにお届けします。ぜひ美味しい新米味わってください。バイバーイ。バイバイ。ちょっと出てきて。おい。出てきて。はい。バイバイ。先米買ってねって。先米美味しいよ。よろしくお願いします。おいしいよ本当。よし戻るぞ。戻るぞ。